神は才を振らないと言ったのはアインシュタインだった。神は才を振らないのだとしたら、あの若者はなぜ車に当たったのだ。神が意図的にやってのけたのか。私の息子と同じぐらいの未来ある青年が被害者になることを意図したとでも言うのか。親父今日なんか事故ってたね。あれ車が悪いよ。久しぶり。名前考えてくれてる？は？ああ。私ね、木の幹に生きるって書いて幹代がいいんじゃないかなって思ってるの。ほら、私の梢が枝でしょ？で、あなたのヒロキが木だから、だからこの子も。ねえ、聞いてるの？は？ああ、聞いてる？ねえ、この子が生まれたらもうギャンブルはやめてよね。いや、ちょっと待ってよ。別に僕は家計に支障をきたそうとのめり込んでないだろ。あくまで趣味だよ、趣味。仮にも数学教師が持つ趣味。数学教師だからだろ。ギャンブルはね、確率に強いやつが勝つんだよ。私は嫌いなんだろ。分かってるよ。負ける確率だってゼロじゃないでしょ。そりゃどんなことだってゼロってことないよ。嫌だよ。ダメだよ。その確率なんて信じられないよ。この子が生まれたら。心配性だな。そうだ、そもそも君は心配性なんだ。それがどう過ぎていた。それだけなのに。何ブツブツ言ってんの？ああ、なんでもない。え？いや、余計おかしいよ。大丈夫？しばらく見ないうちにボケたんじゃねえの？いや、お前の母さんのこと思い出してた。ああ、そう。並木を。何？お前、そうだ、誕生日おめでとう。おっせ。ごめんごめん。いや、いいわ、謝んなくて。冗談だって。ありがとうございます。おかげで大人になりました。いや、私は特に父親としてはあまり。何言ってんの。俺にはさ、親父しかいねえんだから。おい、小杉！小杉！
帰りなさいって。なんだこれ。え？だって不満でしょ、このドアの鍵だけじゃ。何が？だって赤ちゃんいるんだよ、可愛いミキヨが。ちょっと待ってくれよ。ミキヨが誰に狙われてるって言うんだよ。ただの赤ん坊じゃないか。ただの赤ん坊じゃないでしょ。それは私にとってはこの子が全てなの。この子が元気に育ってくれればどうなったって構わない。ひろきはそうじゃないの。それは僕にとっても大切なの。これでもまだ足りないくらい。今日窓もね、二重にしてもらったの。ああ、懐かしいな。懐かしいって覚えてるのか。いやいや、全然懐かしい気がするっていうだけ。そうか、そうだよな。覚えてるわけねえよ。だってここ来たの俺が1歳の頃くらい。そうだな。俺さ、この匂い好きなんだよね。え？鉄の匂いっていうの？血の匂いにも似てる。そうか。連れてきてくれたことあるんでしょ？なんかすげえ懐かしいんだよ。そうだな。連れてきたことは。連れてきたことなんてあるわけないじゃないか。連れて外出なんてバカ言わないで。いいだろ、散歩ぐらい。丘の上の公園まで。他の母さんだっているだろうし。それが嫌なの。どんな女だろうと男だろうと私の方に近づけるなんて絶対に嫌。なんでそんな過敏に。過敏？ニュース見てないの？昼間の公園で近寄ってきていきなり乳児に虐待加えるような犯罪が起こってるんだよ。それたまたまだろ。最近だってうようよしてるし、車だって走ってるし、連れて外出なんて絶対に考えられない。どんな事故から、悪意から、病原菌からあの子を守れるっていうの。君は一体何と戦って。戦ってるんだな、未だに。まあ、また独り言言ってる。すまない。親父さ、なんか俺に言いたいことあるでしょ。こんな生まれた家に近いとこ連れてきてさ。あ、母さんのこと。母さんなんていなかった、それでいいんじゃないっけ。それはな、今まではそうだ。だけどお前が二十歳になったら全部話そうと。俺知ってるよ。え？そんなバカじゃねえんだからさ、自分で調べたくもなるって。母さん、人殺しなんでしょ。なんだこれ。別れて。は？もちろん親権は私がもらう。養育費お願いね。もう弁護士にも相談。ちょっと待ってくれよ。なんで急にこんなことになるんだよ。あなたは信じられない。おかしいぞ、小瀬。ついていけない。
ってこなくていいよ。ギャンブルもやめてくれないし。あ、それに最近は実の親が子を殺すことも多いみたいだし。僕は君がそのうちあの子を殺すように思ってならないよ。は？私が？ありえない。あなたの好きな確率で言うとね、そんなことゼロよ。あなたはゼロじゃないでしょ。あなたの世界にゼロはないんでしょ。狂ってる。人殺しで赤ん坊の俺を捨てた狂った女なんだろ。違う、それは違うぞ、ミキオ。何が違うの？昔の新聞洗いざらい調べた。全部載ってた。母さんは、小杖は、ただお前を狂ってるのはあんただけよ。私はただその顔しないのはこんなただけよ。私は一体何を、そんなに信じてるっていうの、一体何に守られてるっていうの、麻痺してるのはあんただけよ。私があの時向井さんを突き落とさなければ、彼女はあの子を踏みつぶしてしまう恐れがあった。そういう事故があったじゃない。私があの時入ってきた宅配便の男を殺さなければ、あの男は私を犯してから殺して、あの子をバラバラにする恐れがあった。そういう事件があったじゃない。うん。何か間違ってる。何一つ間違ってないよ。間違っていないということを除けば、お前の言うことは何一つ間違ってない。キリがないじゃないか。ある程度何かを信じなくてはならない。人は皆信じることで麻痺させているんじゃないか。道徳とかルールとか思いやりとか、自分は特別だとか、言葉にするならそういったものをなんとなく気休めに信じてるんだ。なんとなく気休めに信じることが何より大切なんだ。バカだな。麻酔なしで世界を感じるなんて、人間が耐えられるわけがない。もしあの子が死んで、なぜかまだあなたが生きてるようなことがあったら、すぐに殺しに行くから。お前は？ええ、死ぬことになるかもね。心配しなくていいよ、死なないから。この世で一番強いものって何か知ってる？決まってるでしょ。親の愛よ、消えるわけない。精神鑑定は正常。判決は死刑。
眼差しはただひたすらお前を我が子を思う母親のものだった。去年この町が壊れて何が正しいのか本当に分からなくなった。そして梢が何からお前を守ろうとしていたのかようやく理解できた。両手を出して。お前が最後に母さんといたときに握りしめていたサイコロだ。覚えてるわけないよな。俺、これ覚えてる。今日も神は祭を振る。出目次第でまた誰かが。20年前も20年後もそれは変わらない。誰かが死ぬんだ。誰かが死ななくてはならないんだ。統計学に因果律に悪意に祈りに運命に従って。たった一人で神様に歯向かって罪のない人を殺して、あの時お前はどうするつもりだった。結果この子を置き去りにして。そうすることしかできなかった。かわいそうに。またサイコロ。もうしょうがないか。あの人の子だもんね。あの人の。ごめんね。血がついちゃった。血がついちゃった。血の匂いなんて覚えないで。ごめんね。ごめんね。お母さん。